ラウトカは、フィジーの都市、人口52,220人、面積16平方キロ、西部地域の場州に属するビキレブ島西部に位置し、首都スバに次ぐフィジー第二の都市である。南部から北に24キロメートルの地点にある。フィジーの砂糖キビ栽培の中心地に位置し、生糖業が主産業で、砂糖の主要積み出し港であるなど、町全体が砂糖業を中心としているため、 シュガーシティの異名を持つ。ラウトカという名前は、槍が命中したという意味のフィジーコである。伝承によれば、これはこの地で二人の主張が決闘し、それを見ていた人が、ラウトカと叫んだことからつけられたという。ラウトカの地に初めて、ヨーロッパ人が上陸したのは1789年5月7日で、バウンティ号の反乱によって追放されたウィリアム・ブライ、船長が、 ティモール島へ向かう途中補給のためこの地に立ち寄ったのが最初の記録である。ラウトカが町に昇格したのは1929年、市に昇格したのは1977年2月25日である。16人の市評議会が選ばれ、その中から5000で市長が選ばれる。ラウトカはフィジー西部地方唯一の市であり、フィジー全体の工業生産の50%をラウトカ。 一市で生み出す工業の中心である。フィジー電力庁、フィジーパインなどはここに本社を置いている。ミックス FM フィジーラジオ局も、ラウとかに本社及びスタジオを置いている。1970年から、ラウとかの人口は急速に増え続けてきた。それに伴い町も、急速に規模を大きくした。1970年代前半の人口は12000万2000人だった。 佐藤業の中心だったため、住民は佐藤業とか代わりの深いインド人が多数派だった。1986年には3万9000人、1996年には4万3000人となり、この頃から郊外も市街地化したため都市圏人口と都市人口が帰りを始めた。2005年には市域人口が5万5000人、都市圏人口は8万人まで拡大した。 近年では農村から流入するフィジー系の人口も多くなっている。フィジーにおける砂糖産業の中心でラウトカ砂糖工場は被災大の雇用者である。ラウトカの砂糖産業の始まりは植民地政党者が1899年から1903年にかけてインドとソロモン諸島から1300人の従業員をこの町に連れてきたことから始まる。 その他にも、木材加工や繊維、醸造や鉄鋼など各種産業が発達し、フィジー有数の工業都市となっている。ビジェイシンはこの町の出身である。ありがとうございます。